それでは、ここで約束通り弾き語りをお届けしたいと思うんですけれども、曲を書くときにいつもピアノで作るんですね。ですから今日はぜひ皆さんに私が一番大事にしている弾き語りを聞いていただこうと思います。実は目の前にピアノがあって、ピアノの音というのは自分の気持ちが本当にリアルに表されてしまうので、ちょっとドキドキしているんですけども、その辺の心の揺れ具合も楽しんでください。掴むまでサイレントナイト。